まあ、前節鈴木国友そしてチアゴアウベスが初先発で入りまして、まあ、藤本右サイドハーフでスタートしたという山形になります。平戸選手が右ですかね。そうですね。前半45分がスタートしました。右から左に攻めていきます。青いユニフォームホームの FC 町田ゼルビア。町田が拾う。山口から高江玲央ターン近く長谷川平戸が斜めに来る。平田駅平戸平戸が振ってきた。後藤のナイスセーブ。いやここも決定機でしたよね。まあ、ここに至るまでの一連の流れ町田素晴らしかったですし、まあ、何よりもこのシュート。ショートで動かしていきます。山口平戸ずらして高江。高江は左を使ってきた。こぼれて平戸平戸平戸決め切った平戸大輝。あのコーナーキックの流れからこここぼれ球に平戸選手素早く反応しましたよね。この後ですよね。ボールを置いたところも良かったですし、まあ、その後のシュート落ち着いてましたよね。高江です。山口平戸が左に流れてきました。中3枚いる。平戸中を見てマイナス長谷川。これ平戸選手が流れてきたところを山口選手が尾長が狙ってます。これはボールへのチャレンジ。尾長左から山口そこにボールが来た。山口和真ダイレクトベニシウスアラウージョ。後藤よく止めました。山形ボール山田コート運ぶ。山田コート中島が戻ってくる。山田コート入れ替わった。山田コート一人で決めた。まさに個人技。いやすごいですね。ここからそうですよね。まあ、65メートル70メートルぐらいですかね。あるところからここも分かったですね。でこの後相手との間合い取りながらシュートコースも見ながらこう狙っていった。ここも見事でしたよね。はい、急ぎます。深津前線へ。野田と中島野田の勝ち。ここで試合終了です。1対1引き分けです。